はい、皆様こんにちは、こんばんは。ここはですね、なんだっけ名前ジャスなんとかかんとか高山。ここは朝の朝食をいただこうと思います。今からここにパンが用意されてますね見えないな、ね、7時半からご飯なんですけど、今ね早めにちょっと来ました。7分早いですね。こっちはバーカウンターみたいな感じね。ね、ちょっと映しますね。はい、であっちでね、ご主人がお母さんが作ってくれてます、朝飯を。でこれは自分でご自由にコーヒーとかいろいろ飲んでくださいっていうことです、ね、コーヒー、あ、オレンジもある、 ありがたい、ミルクもあるね。2人でなんかね、最安値で5100円だったんですが、これ受付ね、6600円です。やっぱり今日休みだからね、4月29日の平日にの夜から泊まりましたね。でこの2階のお部屋に泊まりましたね。で下が1階がお風呂、お風呂前移しましたけど、でこちらが玄関、外観は後で移しますね。これ下駄箱ね。これはね可愛いですね、お花ね。これメニューね、ご宿泊の方以外もこれだ、ジャスホテル高山。英語で書いてあって分かりません。これメニュー、ちょっとね小高いところにあるんで、駐車場が大通りとこの上の方で何台か入って、歩きで来る方はね登ってきます。ちょっとね、いろいろメニューがありますね。はい、いろいろありますね。女のご主人の方料理上手なんですね。お店開くぐらいですから。あら、お魚もあるし、あら、ビールとかこういうのもいっぱいあるね。な、イグラ、あ、イグラだけじゃ分かんないかね。来てみれば、ここどこのページだったっけな、最初のページか。快適に寝れました。ベッドも綺麗でね。もちろんジャスホテルグレースレストラン、あ、レストランになりましたね。でレストランに来て朝食食べてくださいっていうことなんで、全館禁煙ですね。はい、受付ジャスホテル、あ、ここ取ろうかね。はい、今から朝食いただきます。ここにねご案内もいっぱいあるんでね、チームもあるし、あー美味しそう、すごーい、すごいすごい豪華な食事ですね。そうですか。これ、うん、これ2人なんで、あ、ね、声ついたっていいかな、ね、はい、あーすごーい。これねパンと一緒にパスタとなんだね、サラダと、朝からいいですね。このね高山市内でね、こっちね、ちょっと昨日は雨降っちゃいましたね。ちょっと今日もね天気あれなんですけど、雨は降ってないみたいです落ち着いた雰囲気のね感じで、はい、いただきます。